はい、どうもおはこんばんちは、ウエスさん木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極、こちらのフロア1ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではビーティー見ていきましょう。まずはリーダーダブルですね、何もつけておりません。そしてドタロウ、オコタロウですね、拡散つ魔術悔しいか電気の輝きをつけております。そしてペットショップですね、永遠の誓いをつけております。ゲジ要員ですね、リンクスキルはジョースケ&ロージョセフですねをつけております。フレンドはジョナサンですね、プラチナジョナサンいきましょう。さあどういう風になるかですかね。まあドタロウがねいるんで、まあ割と簡単にねいけるんじゃないでしょうか。もうね、間違えてすぐにねタップしないようにしないといけないですね。ドタロウはね、移動したそのまんまで時を止めていきますので、タップするとね間違ったとなりますので、あ、倒しましたね。はい、倒せました。で、悔しいかで回復しております。続いて撃ってまいりましたね、こちらもまたドタロウで倒していきましょう。ゆっくりゆっくり入っていきます。ゆっくりゆっくりね、ゆっくり動いてきて、だん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 こうやって激しく早く動いていきます。さあどん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 速くなっております。カーズ様もこれで倒せました。わーですね、はい、倒せました。さあそして食っていきました、ジャック・ザ・リパーですね。ジャック・ザ・リパーも CS で倒していきましょう。下手にね触らないようにしないといけません。うん、どん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 速くなってきております。速くなって、さあジャック・ザ・リパーは倒せるのか倒せないのかですね、同じところに今届きますね。さあジャック・ザ・リパーそろそろ倒れてくれるかな、うん、まだまだやっぱ体力がありますね。ドタロー、あ、倒せましたね。はい、ドタローやっぱすごい、ほらーですね、はい、クリアすることができました。ありがとうございます。うん、よかったです。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですねフロア2ですね、攻略していきたいと思います。ではラーサマ対